おはようございます。ウェブ必勝本ウェブ TV をご覧の皆様、おはようございます。ババア YouTuber びわこです。必勝本ウェブ TV って私初めてです、方させていただくの。塾パチね、あのかの有名な塾パチ、皆さんご覧になっていただけたでしょうか。まあそれは置いといてですね、本日はですね、大工の源さん超伊達店2極限ライトを打ちに来ました。店舗はですね、今日は割と家から近めでございました、ウエスタン火災店さんからお届けとなります。さあ、そんなわけで伊達店といえば、一人で打つのもちょっと心もとないので、伊達店といえばでございますね、めちゃくちゃ詳しい、ゲストを呼びました。私の友達です、せせりくんです。おはようございます。おはようございます。松江支部せせりくんです。お願いします。さあ、ただ今日はですね、なんと違和感ビンゴでございます。はい、先生ビンゴということで、はい、ね、何の違和感ですかという話なんですけど、はい、なでしこラッシュっていう、はい、まあ超限ラッシュ極限ラッシュで、違和感演出が各キャラあるというところで、それの違和感を出して、まあ、ビンゴを成立させて、うん、視聴者プレゼントがあると。視聴者プレゼント、はい、マジで、はい、あの達成ライン数に応じて変わる、うん、プレゼント人数が変わる。え、それ、あの私初耳なんですけど、本当にあれ合ってますよね。台本を読んでないっていう、ね、そうなんです、でビッグバスタオル、え、めっちゃ欲しい。え、うちらもらえないんですか。後でこっそり言えば、こっそり、うん、左右さんに言えばこっそりもらえるかもしれない。あー、っていうかさ、この違和感椅子って何があるんですか。そうですね、まあいろいろあるんですけど、例えばカンナちゃんだったら、うん、目がハートになってる3の3のとこで目がハート、目がハート、目がハート、あ、ほんとだ、そうそうそう、なってたりとか。あと各キャラに違和感っていうか、そうです、あの、うん、顔を赤くするとか、え、顔を赤くするとか、そう、あの持ってるものが違うとか、恋しちゃったり、アイスを持ってる、これは短い髪の人は誰。小読みちゃんですね。小読みちゃん、はい、新しいキャラです。アイス持ってる、スマスロから参入した新しいキャラですね。見逃し現金ってことですよね。いや、そうなんですよ、だから見逃したらダメなんですよね。私らが把握しなきゃダメなんですか。映像で撮れてたらいいとかないの、頼むな。うわー、いや頑張ります。でも意外とわかる、ちゃんと見てれば。だから僕がめっちゃ見ます、頑張って。あ、本当、はい、めっちゃ見るんで、いっぱい成立させて。あとこの2人キャラっていうのが、うん、多分、うん、あの LT 入れないと多分出ない。超伊達店2、はい、極限ライトで、はい、ビンゴをね成立させて、はい、頑張っていきたいと思います。はい、最後まで見てください。はい、お願いします。じゃあ早速、はい、やっていきましょう。はい、お願いします。え、これバレだよね。バレです。あ、バレでいきます。もちろん。どうしようかな、僕。いや、でもバレの方が分かりやすいか。そうですね、じゃあとりあえずバレでいこう。はい、分かりました。はい、さあ早速なんですけど、はい、スペック紹介なんですけど、私そういうのはあんまりやりたくないので。はい、やります。はい、はい、じゃあ行きます。はい、ですね、大当たり確率に関しては約 129.7 分の1となっておりまして、超限ラッシュの突入率は約 56%、はい、で、超限ラッシュの継続率に関しては約 88% となっております。はい、で、大当たり時のですね 2% の振り分けを引くとですね、極限ラッシュに突入しまして継続率がなんと約 96% になるという感じでございます。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、
だからまあこのビンゴを射止めるにははいね、ラッシュを取らないといけない。そうですね、超限ラッシュもやりつつ極限ラッシュもやらないといけないって感じですね。でもゲンさんは正直結構ほとんど一緒っちゃ一緒なので、うんうん、最初見た時、うん、どうなのかなと思ったんですけど、あの129で出したとこが偉いなと思ってて。出た、うん、なんでかっていうと、うん、なんでかっていうと、はい、319で打った時のこの高速消化の4回転のラッシュって、うんうんうん、せっかく319当てて、うん、まあ 60% だかなんか取って、うん、でラッシュ入ったのに、うん、要は1分で終わる可能性あるわけじゃないですか。うん、そうですね、まあ、それって結構食らったらきついなっていうのがあって。そうですね、はい、はい、なんでやっぱ129で出してくれたら別に駆け抜けてしまってもまあ次狙えるじゃないですか。まあ次も打つかって思えるし、どっちかっていうとね、まあ駆け抜けたらもちろん嫌ですけど、次につながるなって思ってて、なんかもともとなでしこラッシュ入らないかもしれなかったみたいな話が、あ、そうなんだ、なんだっけな、そう、三陽さんの公式のあの三四って動画があるんですけど、なんかいろいろ裏話を教えてくれる動画があるんですね。そう、その中でなんかそのなでしこラッシュをなんかどうしても押したい開発の方がいて、うん、上司を説得して搭載されたラッシュらしくて。すごい、セセリーいろんなこと知ってる。いや、一応いろいろ見てますね、はい、そう、3、4ってやつは本当面白くて、なんか海物語の、お入りました、カンナちゃん保留、本日初のパキパレカンナちゃん保留です。さあ 60% それカンナちゃんの保留じゃなかったら、きょあの金色のゲンさんに変わってきました。僕友達かよ、友達、仲良し。結構ね、先読みとか当該の予告とかも大事なんですよね、ステルス出してきた時は。え、それですか、ダメじゃない、なんか弱そう、うん、さあ目もほぼじゃない、あっ、90%無限ランプ、はい、90% です。ちょっと僕は当たると思います。濃いよね、はい、これは熱い。あ、緑まで行った、赤まで行くよ。あ、でも あ、逆に弱すぎたからな、お願いチャンスか。ドックンだ、ドックンだったらラッシュです、当たれば。あ、これラッシュですよ、これすごい、わーい、すごい。僕この辺り実は2で見たことないんですよ、まだ。あ、そうなんだ、はい、すごい。あ、僕極限なんです、すごい。わー、どうしよう、2人で入っちゃうかも。これはもう、すごい、大工、大工の源さんだから大工なんですよ、これ。なるほど、そう、メモメモ。あ、みなぎってきたではチャンスアップですね、前半時。すごい、いいなぁ。あ、ピースしてる、そう、ピース、そう、後半アッテンジのシャッターピースもあるんですよ。あ、見たことある、あります、うん、めちゃくちゃ細かいんだよな、チャンスアップ、ね、そう。キブス、チャンスアップ、シャッター赤かったり、イダテン文字赤かったり、ハチマキ赤かったりするとチャンスアップシャッターです。さあ、どうしよう。とりあえずセセの大当たりを待ちますね、はい。それで 88% です、極限エンプ。外れないよな、さすがに。あ、そっか、これデフォルトで、あ、選べてよかった、選べないかと思った、はい。極限エンプで仲間先生大当たり濃厚です。へぇ、はい、しなかったけど、そう、あんましないです。あと裏ボタンもね、赤まで行くの結構大事だったですね。そうだよね、そうなんですよ、いったら 90% あるんで。あ、そんなにあるんだ。そうなんですよ、多分当たるよね、さすがに、さすがにね。はい、早い、5000円、マキコ4000円、わーい、早い、さすが129。
だから1、2、9正解だと思うんですよね。スペクなるほどね。そう、初当たりいっぱい取れるから。ここで7にバーンって変わったり、ランナー変わんない、入るかな、押します、うん、あ、白だ、17%、あ、白17%。じゃあもう僕はあの裏モードやります。関連告知の十字キー真ん中を押すと、関連告知の場合は1ラウンド目の1カウント目の告知が 90% あります。へー、面白い。だから気合入るんですよ、1球目が。でたまに1球目来なくても途中で来たりもするんで、あ、 10%引いてたらそう、いきます。もう今行きました、せーの、はい、でまだわからない、一応 ね内部的に、まあ、確変だった場合 10% でなると、どっかで、あとは復活に回ってる場合もね、あ、ならないんでね、感じになって、一応この後で諦めるのとかで、ここでピョンってなればいいんだけど、いいね、おー入っちゃった、なんで入っちゃった、やった。じゃあ最初もうそのまま先生でいこう。あ、僕時間空けちゃったから波変わっちゃったよ。オッケーです。え、もう勢いよく行った方がいいですか。うん、勢いよく行きましょう。じゃあ、はい、まさかの復活でした。はい、いいですか、どうぞ。はい、じゃあ違和感を探しましょう。はい、 2.44 分の1です。分かりました。の4回転、ない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 、あのちょっと待ってください、ない。ちょっと待ってください、あ、あれあれあれあの一応裏ボタンあって、ここ、うん、真ん中押すとここ光るんですけど、レインボーになったら濃厚です。でここも温度計出るんですけど、この半分の温度計だと残り1の時に、笑顔が出ることが多いんですけど、カンナちゃん濃厚が出ることが多いんですけど、ここケツもね、00だったらボタン折り発生、あ、まだありますよ、復活はまだあります、まだ、はい、はい、4分寝かしてますからね。そうなんだよ、出てない出てない、おっと、あ、目ハート、目ハートだった今、出た、うん、目ハートだった、よしよしよし、オッケーオッケー、1個出ました、小夢ちゃん、やった、左、あ、しかも、あ、エクストラ、ワンチャン LT ありますよ。え、10ラウンドじゃないこれ、そう、9ラウンド時の、そうだよね、そう、9ラウンドの 10% で LT なんで。で、これ LT 裏ボタンあるの知ってます？知らない。 LT かどうかを判別する、あの、知らない、あるんですけど、煽り来た時に十字キーの中央を押すと、そのボタン周り光るんですよ。あ、光ってないね。あ、今ね、白に光りましたね。白だったね、はい、白だと、まあ、ちょっと白、青、黄色は弱いんですけど、うん、緑の時点で確か4割4割、へぇ、だったかな。さあ、ない、ないな、ないな、いや、まだジャッジがあるんで、頑張れ、あ、頑張れ、あ、あ、あ、どうだ、ボタン、はい、あ、まだあります、あ、濃厚、あ、違うかな、やっぱ濃厚だ、はい、OK です。あの今アイキャッチが、そうだ、アイキャッチピンクだったよね。そう、ピンクだった、 OK、OK、 わー、3ラウンドです。危ない、危ない、すごい、これあとケツに持っていかれたからって安心しちゃいけないよね。こういうのあんま波、私は好きじゃないんだよ。いや、わかります、ね、前のゲンさんも最後に引いた時、次終わるとか結構あったんで。そうだよね、そう、ここしっかりしっかり、ない、おお、3止めた、大事に。いくよ、はいはい、ないな、ああ、これはね、コスプレなので入らないです。そうなんですよ、コスプレもあるんでね、はい、お、V ストックかマックス、あ、 V だね、3ラウンドだから。じゃ あ、V ストックの場合は違和感出ないの？出ないです。あ、そうなんだ。そうなんです。だから V ストックしない方が今日は良かった。なるほどなるほど、はい。お願いします。はい。ないないないですね。ないですね。
早いな。なかったらもう全然ダメじゃん。そうですね、だから何かしら出てること多いです本当に。違和感かコスプレか。あ、今温度計マックスのやつ選んだんで、うんうん、残り2の時だったかなに笑顔の絵が出やすい。なるほど、と思います。ちょっと逆だったかもしれない。お、わー、体いつもの絵だ。うー、はい、あー、しょっぱい。まあまあまあ、でも1個出ました。あ、そっか、そう、1個出た。こよみちゃん、だから今リーチかかったんですけど、極限ダッシュ入れないといけない。そっちか。そうなんです。一応あの裏モードもあって、うん、なでしこラッシュスタート時表示時にボタンを押すと緑と黄色に変えられるんですね。うん、で基本青のボタンなんですけど、青がデフォルトで緑に変えるとそのコスプレ系とか違和感がちょっと出やすくなるみたいなんですよ。お、裏技だ。そうだけど、あの裏モードにすると結構コスプレ系が出やすいイメージがあるので。あー、だから逆に言うとビンゴしづらい可能性があるってことか。もしかしたら一応出やすくなるらしいんですけど違和感も、なんだけど体感上はコスプレ多いのかなって、分かりやすいのが出やすいイメージがあるんですよね。で逆に黄色のボタンにすると、あのキャラを固定できるんですよ、ラッシュ中の。じゃあもし この人出てないってなったら、もうその人固定すればいいってこと。そうなんですよ。それありですか。 ありだって。ありなんですって。頑張る、それでやろう、それでやろう。まあでもこの三葉の、まあ、ケイさんもそうだけど、私作ってほしい後継機って何かある？後継機か、なんだろうな。あ、雪物語一緒いや仲良すぎる。雪物語作ってほしい。匂わせやん、これ。ダイソーのとこ行かへんみたいな途中で言ってんけど、いや、ここにいたい。なんて言ったら、ここの店にしか。あ、たゲイさん二人。ゲイさん、あ、あ、じゃあ、ついじゃん、うん、そうです、サイヤ人だ。そうです、サイヤ人になります。そうです、ようやく。素晴らしい、88%。あ、しかも歌も変わってる。あ、音だ。それ30%ぐらい。そうだからね、ステルシロス来た時にね、ハンナちゃんじゃなければそれになるから。スーパーサイヤ人、スーパーサイヤ人。あー、ゴー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 、もう当たりみたいなもんです。あ、ゼロだ。当たりもラッシュです。え、じゃあ当たりじゃない。当たりですまた大丈夫、極限部出ますそれ。へえー、素晴らしい。もうラッシュは安心ですね、とりあえずは。だからカンナとミカのキャラ固定にすればいいってことだよね。そうです、一回当てて。ただあれなんですよ、当てたキャラが固定なので。あ、そうなんですよ、カンナ、ミカでまず当てなきゃいけない。素晴らしい。よし、ビンゴ頑張ろう。ようやくスタートラインに立てるね。15,000円、直接2時間ぐらいマジでほんまや、うん、2時間も経ってるよな。そう、それでなんでやねん。おつ、これしてここ、はい、今、はい、ペンってなるんで。あ、なったなった。海物語の決定音と一緒です。あー、なるほど。そうです、なるほど、それです。お願いします、お願いします。うわいきなり告知でした。これ誰、カンナちゃん。なので今固定できますね。どうやってやるの。ですね、ラウンド終了後ですね、終了後にボタンを、2回押してください。このでかいの。あ、はい、終わった後で。でかいの、はい、でかいのね。あ、そうです、でかいので、はい、はい、今ですね、1、2、 OK です。だそれで固定です、はい、あそれでコスプレですね。あー、はい、惜しい。さあ、目にハート
目に当たらない、顔をあからめる、あからめてない、おお、でも当たった、普通に当たった、普通に当たりましたね、3ラウンド、おお、 V ストップ、いえ、さあいきましょう、赤くなれ、赤くなってない、あーダメだ、あーあー、さあラストで 2.44 分の1なんで笑顔が出る可能性あります、笑顔、あー、カウントだ、あのタイムも一緒、ボタン、あ、ボタンもないからの絵が違う、残りピンク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 、まだ分からん、せーの、あー出ない出ない、お、来ました、来ました、長い、おー、よかった、素晴らしい、当たった気がする、諦めるな、からの、あー、終わった、ちょっとガン見してみたらいけました、何してんやろこの人、じゃあちょっとあのガン見してました今、やった、当たった、ママも左下さんが残って帰りました、はいはいはい、ほらな、来ましたね、波が来ました、波が、流れが、7回目外れます、たまに、たまにやらかすんです、このこういうさ、ダメなやつをさ、たまに当たったりしないの、なくはないですよ、ああ、当たった、当たった言ってたらね、さあ、私裏ボタンのバトルにしてみよう、はい、これはでかい気すんな、もう諦めて掘り入れてたもん、ちょうど2万円、あーあー90% 激アツ、さすがに勝手にスタンバイしないと後ろそうですね、仁王立ち、今もデガ立ち、勝つ準備をしています、500、あ、500チャンスアップ、熱いありますか、炎、あ、2個目ある、あ、2個目、あ、もうだ、多分2個目でカンナちゃん出るかも、はい、まあ大丈夫ですね、それはしなく、もう準備しよう、はい、はいはいはい、濃厚です、はい、OK、はいはい、さあ行きましょう、1個だけでも、いやもう2個、そうですね、ワンラインここでビンゴさせちゃいましょう、ね、おわ、今のはなかった、あ、今待って、今手つないでたかな、 見えなかったどうだったかな、今ミカの場合はなんか誰かと手つないでたら、ミカはあるよね、そう、あれ、あ、じゃあボタン、ああ、そうですね、押しましょうか、ちょ、今出てたか分かんなかったな、今手つないでるの見えなかったな、どっちだったんだろう、見逃せたらダメらしいんで、はい、じゃあつないでない、今つない、あ、ハート、ハート、ハート、それはオッケーオッケー、それはオッケー、これどうやって変えるの、あのラウンド後に青か、青か、緑に変えればいいです、はい、わかりました、はい、あ、入る、あ、しまった、あはははは、あ、オッケー、危ない危ない危ない、これどうしたらいいの今ラウンド中にボタン1回押してください、はい、それでなでしこでとりあえず変わりました、次の終了後にどうしたらいいの、終了後に
ボタンを1回か2回押してください。終了後ね。はいはい、まだやな。まだです、まだです。あ、もうこれ変わって、もう変わってるから大丈夫。はい、大丈夫です。あー、ないな。あー、あ、のこのこのこ、ニーチさんのこです、のこです。はい、変な出目はバラケメは OK ですね。 OK、 よかった。さあ、リーチかかりました。誰だったっけ、ミカ、カンナかナギで、はい、ビンゴになります。カンナかナギ、ね、キラキラじゃない、笑顔じゃない。赤べは赤くない、ない。赤べはデフォルトですね。笑顔、あー、笑顔じゃない。耐えろ、もう君はもう風呂入んな。のぼせ気味からのボタン、おー、だー、まだ。あー、1個開きました。1個開きましたね。大変だ。ということでダブルリーチですね。投げカンナ。あー、そうかそうか、そうです、これかこうか。そうですね。あ、これ1個はいけそう。お、早っ、早いっすね、うん、いいスパン、うん、いくよ。それどんどん続けば、あのですね、当たり濃厚です。なんで、あの5なんで、5は、後半濃厚いったら濃厚なんで、これは当たりです。おー、濃厚。カンナちゃんカットインですね、これ。カンナちゃんカットインじゃないのか、なんかあの当たりカットインですよね。あ、それね、割り込みで当たり、これなんか衝撃波みたいな。白はやめて、レインボー、青、何やんの何やんの、連打、もう一回連打、はい、はい、頼む、赤か金、せーの、おっしゃ、入りました、よっ、やったー、入った入った。じゃあスタンバイします。はい、わーい、やりました。いきます。絡めてない。あ、やばい。あ、長い。今長いけど、まあ、ミカだから後ろあれか。ミカちゃんはダメだよね。ミカはそうなんですよ。だから固定はしないです。あ、違う。あ、違う。はい、あ、これ誰？小嫁ちゃんなのでもう出ました。出ました。はい。はい、あ、Vストップ。まあまあいいけど。あ、絡めてないわ、ごめん、あ、ごめんなさい、違った。赤く見えるんだよ、そもそもね、うん、そもそも見える、ピンクだった、あれは。ああ。ホルレンスタなくても1回転目あるんだ。そしたら、まあまあまあ、いいんだけど、よくない。ハートじゃない、あ、絡めてない。ない。いや、弱い。だー、頑張れよ、頑張れよ。おい、カンナちゃん。おーい、カンナちゃん、今日あれだね。おーい、のぼせやすいね。69、ダメだ。あおり、ボタン。おい、たーからの、何ですか、大工の手さ。難しいなー、ビンゴ。むずい、継続持ってきてほしいな。おお、あ、カンナステージですか。あ、ほんとだ。もう一回曲現場外れてる。あ、なんか逆だった。あ、すごい。あ、これ確か濃厚だ、これ。何濃厚、弦が反転してる。当たり濃厚、当たりまで、当たり濃厚やったと思う。あ、当たりまでか。多分あれ違和感じゃないかったかな。ちょっと確かそんなあった気がします。変わったもん出したから、もうあのどっか一個好きなところビンゴさせてほしい。変わったもん出したボーナスプレゼント。
1名様です。バッサル1名、ありがとうございます。まあまあ当たりだったね、はい、入れましょう。何でやろうかな。おお、来たー、やったー、入りました。さあ来ました、ビンゴチャンス、はい、あーそう、ここでスルーはないでしょ、さすがにもうダメじゃないよ。77ケツが、あー19全然ダメだ。皆さんご安心ください。今の逆、あのあれで今1名様でございますから。じゃあ残り時間も短くなったんで、これからはいい当たり方したら1名様です。勝手に勝手に増えてったルールが。そう、これはね、巻き子ルールっていうか、巻き子ルールで、はい、しまった、最初の全回転な。ああ、あれはありにすればよかったっすね。そうだよね、確かにあれはありにすってもよかったな。失敗した、確かに。あれは1名様よね。あれ1名でしたね。あんまこの台だと見れなくなってるんで、レアだと思う。そこそここれレアですか、あれ。うん、今作は僕まだ見たことないレベルだったんで。あ、せせりでも、うん、じゃああれ1名様しましょう。そこまで言うなら仕方ない。いやいや、そう、今作はマジであれ見ないんだよな。どうなってんすか、どういうこと。あ、あ、しかもこれ極限部だ。極みが出ますね。極み出たら極限部です。はい、あ、大三元君か。大三元はカンナじゃないから一人だったら濃厚です。ああ、まあ一人、もうこれで二人以上なんで三人来たらもうもらいですね。まあまあ大三元自体もう、あー、まあ、後までいた、ああもう大丈夫です。さすがに今回の大三元はね、大丈夫、当たりました。ちょっと玉ちょうだい。あ、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 いいよ、あ、いいよ、あ、いいよ、いいよ、あいつ、あ、でも、あ、あ、押しちゃった、はい、ああ、ドッと吹けって吹けそう。うそ、あ、来た来た来た、素晴らしい、来ました来ました、来ましたよ。これでもう綺麗に達成して終わりましょう。あ、さあお願いします。通常、通常、これは誰、これ小嫁ちゃんですね、もう出てるやつ。あ、出てる、はい、なので固定しなくて大丈夫、はい、緊張してきた。通常、通常、おお、小嫁ちゃんで当てたがるな。あ、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 9、9だ、ありますよ、ラッキートリガーもある。おお、はさらに V ストップ流れは来てる、お願いします。 OK、 あからめて、あからめてね、う、あー、ペロ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 、ペロ OK、 ペロ OK、 ペロ OK、 よし、ペロ OK してる、ペロだ、来ました、ペロペロ、下出ししてましたね今、よかった、これでワンライン。あとはまあナギちゃんも行きましょう。これ外すの、どうす、外しましょう、どうすの、 OK、ああ、ナギちゃん、あ、ちょうどいい、ちょうどいい、で、これ終わってからね、はい、あ、しかも9、素晴らしい、これこれワンチャンラッキートリガーバルじゃないですかね、え、はい、やらせ、あの、ズルなしの1ライン突破、うん、はい、どう、あ、今絶対来るとこでしょ。キラキラ目じゃない、笑顔じゃない、おお、コスプレ、きた、9、いいですね、いいですよ、これはいいですね、いいですね、
これありますよ。お願い、目キラキラ。あー、そっちかい。お、9だ。おー、これはありますね。マジで。もう引いてもいい。あった。さあ、どうだ。もう入ってもいい。うわあ、入った。すごっ。え、やばっぱ持ってる。やはり持ってますよ。どうしよう、レンチャンするかな。いや、いけるんじゃないですか。いや、すごい、これはマジで。これ1回目いけますよね、確か。落ちないです。お手洗い行っていいですか。大丈夫だと思います。まあ、保留見てから。はい、お願いします。はい、ということでラッキートリガー入りまして、まずですね、突入時は、はい、実質次回大当たり濃厚なので、はい、終わることはないですと、はい、でそれ以降はですね、はい、2.44 分の1の6回転プラスダウンホール1個になってまして、はい、6回転での継続率は約 96%、はい、96% です、はい、です。じゃあここは気楽に打てばいいってことね。そうですね、ここは、はい、まあ、違和感も出しちゃえばね。あ、そっかそっか、違和感出るか。出る可能性あると思います、全然。はい、じゃあ見ててね。はい、ちょっと固定にしてるからどういう出方するんだろうな。あ、単体も出るんか。今分かんなかったな。ちょっと分かんなかったです。多分なかったと思う。はい、いや、これ難しいな。難しい。うん、一瞬だからなんかあったかもしれないし、今どうなんだろう。すごくちっちゃい。分かんない。分かんない。多分ない。あ、あんのかな。いや、そもそもラッキートリガー見られてないから。いや、そうなんですよね。そこまで見てられないですよ。緊張する。見逃さないように頑張ります。よくちっちゃい。おー、あー、分からない。5で汗かいてれば分かりました。はい、白大じゃない。汗かいてない。あれ落ちちゃった。あと1回転ありますね。一応残保留込みだと、97.5% ですかね。1回だからカウント1で笑顔が出る可能性が高いです。笑顔で。あれ、熱そうな顔してやがる。あれボタン。お、あれ復活で。またある。はい、あ。まあいっか。実践終了。終了。頑張りました。いやーね、ラキトリガーありがとうございました。あの、今日ラキトリが 入らないと思ってたんで、うん、よかったね、はい、本当にいい展開した最後。まあ、ただまあ負けてはしまいましたけど、ビンゴの方見ていきたいと思います。はい、そのわけで今回 あのビンゴなんですけども、はい、全回転1名様、はい、それに何だっけ、の極限演武の原ロゴが逆で、2名様さらにどうでしょう。ドンドン、ワンライン、頑張った。いや、頑張ったからさ、もうさ、はい、1個ずつでよくない。合計5名様。5枚あるって言ってるし、ま、確かに ね。はい、というわけでじゃあ、はい、もう5名様にお届けしようと思いますが、はい、キーワードがあるそうでございます。お、じゃあ応募フォームかなんかにキーワード入れて、キーワード応募してくださいですね。はい、はい、大工の源さんにちなんで、なんとかのなんとかにしましょう。なんとかなんとか、はい、はい、いいですか。はい、ゆうこはジャイアンツの筋肉で。なんだ筋肉。割れてたもんな。あ、そうそう、割れてたんで。そう、ゲンさんたちね、みんな割れてるんで。割れてるんで、はい、じゃあ頑張るわ今年の夏は。いや、そうなんですよ、僕も今頑張ってるんで。嘘。はい、ちょくちょく頑張ってます。じゃあ今回のキーワードはジャイアンツの筋肉でお願いいたします。はい、応募フォームは出てるんですかね。出てる、出てるということなんで、5名様、あ、
タオル、はい、あのバスタオルですね、なでしこたちのバスタオルがもらえますので、はい、ぜひ応募の方よろしくお願いします、はい、じゃあそんなわけでですね、このエンディングが終わった後、この他の違和感演出の演出が、出すそうなんで、最後までご視聴お願いいたします。はい、というわけで、大工の源さんの違和感ビンゴ、これで終了いたしますけども、またね、同じような企画、面白い企画あったらぜひ2人を出たいと思いますので、秘書ボブウェブ TV さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ帰ります。ありがとうございました。さよなら。